こんにちは。全員は来られてないですね。はい、早くやらないとね、また来るよ。しょうがないと。こんにちは。家族のためからだけでもいいですか。レベルやろうかな。あ、ちなみに誰かあれ、乗船名簿持ってた。忘れてきたけど。乗船名簿っていうか、あ、富士郎さん、コピー取ってけって、富士郎さん、今。変わってないよ。今日、第一桜丸、富士郎さんが船長で、玉城さん、水島さん、中さん、玉城、ここにも入った、玉城ってあるから、玉城、あ、あ、あと気をつけて行ってくださいよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今立ち会をやるそうです。で、その後我々とちょっと話しますからね。ちょっとじゃあフォローします。どれでやるか。はい。大変なことになってきたね。お疲れ様です。でそんなになってか最初はお忙しいとか言ってましたけど、話せば向こうも、向こうも別にイチャモンつけに来てるわけでもなかったので、お互いペールを送り合ってしりとりができることをやりましょうということで、どこの噂か私が女性たちでモテてるという、でもなんか予想外 の、 あの、ね、評価をいただきまして、ね、そう あってほしいと心より願っております、ね、ということでね、はい、あずさん一言、はい、はい、あ、なんかすごい民族派の皆様になんだかんだ社長結構やっぱり人気でしたくて尊敬されてる方なんだなって実感しました。最終的にはあんな和気あいあいになると思わなくて、はい、結構楽しい方たちでした。会報は最初あの社長を見た瞬間、海保の皆様目を泳いでましたもん、ね、目泳いでた、もうすごかった、すごかったですよね、動揺が見えたんで、あんな、私たちがね、原則のことになっちゃって、はい、まあでも、まあ20回りでどういうふうに出るかね、ということで、でも私たちはあの正しいと思ったことをちゃんと粛々とやるということですね。で、不法な行為に関しては抗議もするし、ということで、そのまま間もなく、ね、実行したいと思います、はい、じゃあとりあえずあの向かいたいと思います、
って並んでるやろ。一緒の国の船みたいなやつ。それではあとは運動中止の以外と方が当選している場合は60回を超えて走行できません。
または路上従事者以外の方が
としての残り、日本代表警察官としての残りは名誉があるなら、今日行ったこの恥知らず、以上でこのやり方を胸に刻んでおいてもらいたい。こんなことをやっているなら、今回これで30回目になるが、尖閣諸島は領海を奪われ、支配権を奪われ、決して自分を知らせないために私たちを生かせない、日本人を生かせないといった状況が生まれていることを映像はまだまだと示している。あなたたちもそれを知っているだろう。本当は官邸が悪いことを我々は分かっている。しかしだからこそ現場の人間は頑張って今日はやってください。もしかしたら何かバッとして逃げようとしてるのか。何人いてくれと僕のことやってるのは明らかにこういうのを駆け上がってるんだ。役人根性っていいんだろ。何でバッとしなきゃいけないんだ。海上保安部の皆さん、皆さんのやってることは逆じゃありませんか。どちらの国のために働いてるんでしょうか。尖閣諸島を守ってほしいと7割近くの日本国民が大議長に要求をしています。しかしあなた方がやってるのは中国を応援している姿に他ならない。香港を覚えてますか。2年前は香港でもデモできたんですよ。でもその時の香港警察は香港人を弾圧していました。同じようなことをあなた方してるんですよ。そして私は子供を持つ親でもあるので、母のような思いで伝えたいのはねえ、もう向き変えていくつもりか。あなたは日本国民の税金から給与をもらい信用されているにもかかわらず、情けない、そんな大人に公務員になってほしくなかった。もし1、2年たたずして尖閣が取られたら、あなたたちはそれをお手伝いした外国公務員です。日本国民の公務員ではない。どんなに中国を守りたいなら中国の公務員になりなさい。これが私も18年間国家公務員になっておりましたので、一生ない公務員の姿を見て残念です。あなた方本当に心の底から日本公務員を行っているのは私たちで、中国側は日本公務員を行っていないと思っているんですか。本当にそう思ってるんですか。だったら法的根拠をちゃんと示してください。いいですか。違法行為を行っているのは中国海警です。なぜ領海に入る前にこうやって徹底的に阻止しないのか。私はこのままでは尖閣が取られる。そしてですね、沖縄も
で大臣が公明党の大臣とかですか、あえて周りに私たちの周りにこの公開演説のためにこの愛を今の見える愛をあえて私たちはこのように見受けたんでしょうか。公明党出身の大臣があなたたちのトップにいるから注目できなくて、あえてあえてこの車に明るいうちに私たちはこうやって国土交通省公明党の大臣の正義正義を貫けないとあえて私たちに訴えてるんですか。皆さん、私たちはこれで考えているのは自分の海上保安官としての船、僕が失わずに頑張ってください。公明党の大臣がトップにいるからなんですよ。中国共産党に勤めたら公明党の出身の議員があなたたちのトップに大臣としているから、大臣として公明党の大臣がいるから、一人一人の個人のことを我々責めてるんじゃないんですよ。でも
れとして何人としてこれでいいのかなと考えてる。まあちょっと我々いつも期待するのは気をつけてね行ってくださいと、後ろの助けですと、ね、行っちゃいましたとかね、自分で行かせるぐらいのちょっと格好のいい若いいねえかなと思うんだけど、絶対ないね。はい。なってしまった時にですよ、中国共産党がやってるようなことを公務員として解放さ、あなたたち命令そのままやるんですかっていう話であって、それでそのどっちが法律違反してるんですかって会場でバッテリーが切れて生放送ではお伝えできなかった時にですね、その解放の船に行ったんですね。その水島社長が法律違反をしているのか、それとも違法なことをしているのは中国海警なのか、どう思ってるんだっていうことを言ったときに、どん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 離れていこうとするんですね。それもなんかちょっと悲しかった。ぜひ海保の皆様には本当考えていただいて、上の方に届くまで中から声出してもらえたらいいなと思います。我々も声を出し続けるというか、ちょっと様子を見ながら。私は9年前にやっぱり水島社長と尖閣の漁業活動をご一緒させていただいて、その時は島にまだ上陸できたんですよね。それでそれ以来9年間私夢にしょっちゅう尖閣諸島が出てくるんですよ。すごく美しい海で美しい島で、本当石垣市の人間じゃないのにお邪魔しちゃって、現地の人間でもないのに申し訳なかったなって思いもあるんですけど、本当に美しい島だった。それが9年間ずっと出てくるんですよ。それで私はまた、上陸が叶わないまでもまた島が見たいなと思って、先月の末に引き続き、今日再チャレンジしましたけど、やっぱりダメでした。で、私はあんまり諦めたとかっていうのは嫌いなんですよね。性格的に嫌いなんですけど、今回ばっかりは実は私白状しますけど、さっきまでちょっと心がですね折れかかってました。ダメかなと、
で、社長はまだね、船のオーナーだから頑張りがいがあるかもしれないけど、もう私らみたいなものが乗り込んでいっても全然ダメなのかなってちょっとね、心折れかけたんですけど、今皆さんの話聞いて折れてる場合じゃないなと思い直しました。杉並から来るとですね、杉並のはっきり言うけど区議会議員もですね、中に面白くない人がいるらしくて、お前杉並区政をほったらかしにして何尖閣諸島なんか杉並と関係ないじゃないかって、そんなことを言う人もいるらしいです。何言ってんだろうと思いますよ。国政があって区政があるんですよね。このまま中国が尖閣乗っ取ったら杉並区政どころじゃなくなりますよ、はっきり言って。そういうことで私はこれからもちょっと心折れかかりましたけど、また充填して、みんなと一緒に、しつこくしつこく何度でも尖閣の海をまた見届けに、チャレンジしたいと思います。はい、本当に今ね、田中さんが言ったように本当に自分の故郷とそれを愛するのはどうしたら国も愛するんですよ。逆も言えますね。本当に国を愛してる人は自分の故郷を本当に愛してる、自分の地域だけでさえ良ければいいみたいなね、こういうものは本当に故郷を愛せないんですよ。それと我々みんな日本人ですからね、このことをやっぱり違えて考えないといけない。田中さんもそうだけどね、そういう我々に対してもそういうことあるね。海外やってんだからそれでいいじゃないかとかね。でもね、サラリーが立ち上がらないと、田中さんとかね、中野さんが中野さんが聞きますけど、こういういわゆる地方議員さんとか、そういう声をね聞きながらでも立ち上がってくれるっていう、ね、ということがすごく大きいことになると思いますよ。中野さんということで、ね、はい、1ヶ月前に来て行けなくて、また改めてチャレンジしたんですけど、まあ、同じ結果になりましたけれど、先ほど会場で僕言いましたけど、それでも保安官は一生懸命だと思います。トップが悪いと思います。皆さん分かりますね。トップ、唯一連立を取っている公明党からの大臣だと思います。トップが間違えたらこうなるんです。そう改めて感じます。なので、年内の確実である衆議院選挙で国民の主権である選挙は私たちにかかってますので、誰が立つべきかを見極めながらやっていきましょう。はい、明日、どこですか、国民津塚さんたちは帰ってきますので、内容を願いながら1席とかそのぐらいで行ってるけど、この間大体2席で行ってるんですよ。今度4席で行ってる、戦乱になってるんですよ、ある意味で言うとね。こういうようなことを本当に見えないような形だけども、私たちは石垣の海中、それからいつかまた声を上げてくれるだろう、その宮古島のね、海中もまた行きたいって言ってる人もいる。東京杉並のね、皆さんね、こういう人がね、やっぱり日本を持ってるわけですよ。せっかく取れるってことはね、日本人の心を奪われることです。誇りを奪われることです。こういうことをね、考えたら、杉並とね、あれは離れて、区政とあれは違うんだっていう、バカな、ね、こういうのは、まあ、中国の味方の人なんでしょうけど、それからやっぱり、田中さんもね、沖縄のね、総理さんとしてね、こういう、ここの石垣島まで来てね、いろんなことを我々と一緒にやってくれてるっていう、こういう我々だって考えてみようと思ってね、いろいろやってるんですけど、それでもやっぱりここに来て何かを行動を起こす、このことが本当にプラスに、日本のためになってくると思います。少なくとも今日6月25日は4隻の日本漁船が尖閣で操業したと、こういう証拠にはなる。で、我々も行こうとした、でも海保も邪魔した、まあ、でもそれも
一つの記録ですけども、少なくともそういう中で業務が行われたということを私たちは誇りに思い立てております。さっき、ね、新党国民の代表の本間奈々さんもね、絶対に我々は絶対に諦めない。絶対に諦めない。やればやるほど私なんか元気が出てくるんでね、本当にそういう意味では、また、行きます。それから法律的にも今皆さんご存知のように私たちは国家賠償訴訟、これは9月にまた裁判始まります。もうだいぶ前に提出したんですけど、これと同時に、刑事告発、海上保安庁に対する、それから最終的には官邸まで行かなきゃいけないと思います。こういう形で法律的にも一歩一歩前に進めていく、私たちは本当に正義の戦い、道義の戦いやってる。もう一回言いますと、これは子どもたちに背中を見られてる。まだ生まれてこないかもわからない、でも今生まれ育ってる子どもたちに誇りを持ったね、日本人がいたということを示さなきゃいけない。そういう意味で我々は決して諦めないということになります。ということで今日のレポートは終わりにします。ありがとうございました。